今季活躍した選手をファン投票などで選ぶ、オール MLB チームの最終候補が8日、日本時間9日に発表され、エンゼルスの大谷翔平投手が先発投手と指名打者の2部門、メッツの千賀滉大投手が先発投手部門で最終候補入りした。大谷は二刀流で選出されれば、3年連続の快挙となる。オール MLB チームは2019年に表彰が始まり、両リーグの区別なくファーストチーム、セカンドチームを選ぶ。大谷は2021年に指名打者部門で、ファーストチーム、先発投手部門で、セカンドチームに選ばれ、史上初めて二刀流選出の快挙を達成。2022年は先発投手部門で、ファーストチーム、指名打者部門で、セカンドチームと2年連続で二刀流選出となった。6年目の今季は打率.304、44本塁打、95打点、オップス.1066をマーク。自身初の3割に到達し、日本選手初の本塁打王を獲得した。8月に右肘靭帯の負傷したが、投手としても10勝、5敗、防御率 3.14 と好成績を残していた。昨オフにメッツ入りした千賀は今季29試合登板で12勝7敗、リーグ2位の防御率 2.98。166回3分の1を投げて202奪三振をマークした。ナ・リーグ新人王の最終候補に入っている。